じゃ、こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、見てください。まあ阪神の話です。やっと落ち着いたという感じだよね。はい、まあバッティングコーチ、まあ今まで、まあ今岡には打診をしてたんだけども、うん、まあ発表がね17日か1月の、うん、いうことになって、まあ全組織がようやく決定という。はい、これ虎なの、今日は猫じゃないの、ね、いや猫です。虎、ね、虎猫にしてみました。虎猫にしたのね、阪神にちなんで。はいはい、で、はい、まあ決定したというね。はい、また体調がちょっと優れなかったみたいね。うんうんうん、まあそういう形でちょっと秋季キャンプも参加できないので、ちょっと返事は待っていただけますかっていうことで、はい、いやそんな岡田監督はそんな体調なんか気にせんでええよと、うん、まあ出んでええから、うん、まあ春先から出てくれというようなことで、うん、まあやっと就任発表になったんだけどもね。はい、うん、まあ岡田監督からするともう決めていたっていうようなところがあるんでしょうか。いやもう決めてたよ ね, ね。まあ岡田監督が監督の時に、はい、まあ今岡が監督の時にというか、こう今岡選手の時代に、選手時代に監督だったしね、はい、そのバッティングで助けられたっていうことはすごくあるし、うんうん、まあ、2003年に1番を打ちながら首位打者を取ってるんだよね、うん、で2005年に打点を取ってるという、はい、もうマルチな働きなんだよね、うん、今岡って、うん、で形をなかなか持たないそういうバッターで、はい、岡田監督はそういうバッターをバッティングコーチにしたかったみたいで、はい、ちょうど今岡がねそういう形にはまるという、うん、まあ言えばなんか天才的なバッターだよね。なるほど。でどの打順でもこなした選手だよ。とても器用なということですか。まあそうだね、うん、だからまあ1番に入れば出塁率を考えてみたいな、うん、2番に入れば、まあ、進塁だとかチームバッティングっていうのを頭に入れてみたいな、うん、で3番に入れば返すこと考えてって、だからすごくね選手を学ぶところはすごく大きいと思うんだよね、うん、だからそういう意味ではすごくいいバッティングコーチが就任できたなというね、はい、で非常に性格も明るいし、うん、なんかひょうひょうとしてるんだよね、うん、だからもう小さいことにこだわらないというかさ、はい、だからそういうところがなんか大山とか、うん、佐藤とか、うん、ああいう選手に合うのかなっていうような気はするよね。なるほど。だからまあ佐藤とか大山とか、うん、まあその学ぶところはたくさんあるにしても、うん、俺がやっぱりこう育ててほしい選手は前側、まあ左バッターなんだけどね、うん、今岡右バッターだから、はい、まあ左バッターでいるんだけどね、はい、智弁から入った、はい、選手がいるんだけど、はい、その選手はやっぱ育ててほしいなと思うのと、うん、まあ井上、はい、も育ててほしいというのと、うん、若手ですね。若手で一番は、うん、西純也。あの二刀流いけるよって豊さんが、ね、そうそう、昨シーズンしきりに言っていた、うん、いやこのバッティング見たら今岡が多分なんて言うかなと思って、うん、いや楽しみなんだよ。やっぱこれ代打でも使えるんじゃないですかねって言いそうな感じのバッティングしてるしね。そういった場合はまあすごく異例じゃないですか、うん、まあ、ピッチャーとしてはっていうよりも西選手としてはできるかどうかっていうところですか。まあ、西選手はやっぱりピッチャーの方が好きみたいな感じはするけどね、うん、まあ、だけど岡田監督も西純也は10勝以上できるピッチャーっていうふうにもう素質は認めてるし、はい、でもエスコバーから、うん、インサイドのボール気味の球、あれだけ速いボールを腕たたんで、うん、引っ張ってツーベースにするなんて、うん、野手でもできないようなバッティングを見せてくれる、うん、まあそれはなんかこう今岡の目についたら、うん、なんかこれバッターとしてどうのこうのって言いそうな感じがするんだよね。そうなってくるとまたすごいことですね。まあまあそうだね。まあただなんて言うんだろう、すごく会見聞いてもすごく落ち着いてるし、うん、はい、流行ってるところはないし、うん、いやもう選手のもうとにかく特徴、うん、いいところを伸ばしていけたらっていうようなね、うん、まあ、ごくシンプルには語っていたけど、うん、なんかあこのコーチは確実にするんだろうなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするよね。やっぱりこう岡田監督とはその選手時代もこう師弟関係というか、うんうん、っていうところからこう指導者として両方がこう入ったら、それはそれでまたいい良好な関係性で、いや入れますよね。うん、いやだからそのなんていうの、今岡なんかは、うん、
やっぱあの阪神での貢献度っていうのはものすごい高いものがあるし、はい、岡田監督の次がここで貢献しとけば、うん、今岡になる可能性もあるよね。監督に監督候補ですね。監督候補になると思うよ。まあ、それだけ その野球をやってきてるし、でね、何せ苦労してるよね。阪神時代も実力があっても使われない時期もあったとかね、はい、まあ、そういうこともあったし、で、まあ、パ・リーグに行ってね、修行を積んだというか、まあ、修行でもないんだろうけども、はい、なんかこう他の球団に行ったりとかさ、いろんな経験をしてるし、はい、人の痛みが分かるようなコーチかなというようなことで、で阪神でずっと育ち、阪神で終わり、阪神で監督やるっていう風になるとさ、なかなかもうスター街道だから、そこは、はい、でも岡田監督だってオリックスに行ったりだとかさ、真由美さんがね、やった時だってパ・リーグから、来て阪神に苦労してみたいな、で監督まで行ったとか、だから純粋なその、なんていうの、阪神の監督って吉田さんとか村山さんとか、もう過去に遡るしかないんだよね。やっぱ苦労してる人がやっぱこう監督やってるし、苦労してる人がなんか俺は成功してるような気がするんだよね。なるほど。だからそういう意味ではその今岡っていうのはいいコーチになるだろうなっていうようなものすごく期待してるよ。そうするとこう今岡コーチへ期待することっていうのはたくさんありましたけど、まあ、育ててほしい選手とか今言った選手もそうですけど、前川は育ててほしいね、まだ19歳ですかね、ねえ、これからというところで、なんかね、岡田監督が今岡コーチ選手の時に自分の力を引き出してくれたみたいなコメントも出てたりするんですけど、そんな感じで開花していく選手はいそうですね。だからもう佐藤にしてもさ、やっぱこう今岡ってすごく考え方がシンプルなの。でバッティングもものすごいシンプルなの、そんな無理したってしょうがないでしょみたいな、でもこれは次に生きるよみたいな、これは餌まきで次はこっちだよみたいな、そういうことがこう駆け引きができるバッターなんだよね。だからそういう意味ではその佐藤なんかは話を聞くとすごく参考にもなるだろうし、まあ、勝負強さの真髄、まあ、打点王も取ってるぐらいだから、そういうものは大山に伝授していくだろうし、だから唯一苦手だと思うのは、近本とか中野の教え方、こういうのがちょっとどうなのかなっていうのは思うだろうけど、まあ一番打ってたけど、破壊力のある一番だからね。なるほど。例えば昔1985年に真弓さんが一番バッターで優勝したように、ああいうその一番でも首位打者を取って30発打つみたいな、そういうような一番バッターだったから、今岡も。そうすると逆にそういう風に化けていくっていうことはないですか、中野選手とか。あ、そうで、ちょっとね、サイズ的にないよね。サイズ的にはないけども、はい、まあ彼らは彼らで任しとけばなんとなくやってくれそう。そうですよね、もう今のままでもね。そうそうそう、だから、まあ佐藤とか、大山、ああいう選手たちが、やっぱこう開花していくと、いいと思うよね、いい打順になると思うし、なんせあの、まあ、阪神はピッチャーがいいだけに、ね、ちょっと打てば評価されるから、でフォアボールもセ・リーグの中で与えないのが一番なんだよね、ほんで2位の中日とかね100個以上違うんだよ、フォアボールの数が、やっぱりこう無駄な点だとか、そういうのをやるチームじゃないし、本当にちょっと打てれば今岡はものすごい評価されるし、またその評価されるぐらいの指導すると思うよ。だから俺は楽しみだね、岡田監督が指揮を取り、今岡がどういう風な教えをするかっていうのがね、すごい今から楽しみだよね。ねえ、もう本当これこそ新生阪神の組閣でどうなるか楽しみですね。まあそうだね、ちょっとね、阪神の組閣っていうのは年齢的にちょっといってるっていうような感じはするけども、なんて言うんだろう、今岡が入って、なんか雰囲気が変わるかなっていうようなね。なるほど、まあ、今までとはまた違った阪神が見られるかなというところですか。まあそうだね、まあでも本当にあの甲子園では打てない、点が取れない、まあそういうことがずっと金本監督の時から続いているから、だからここでやっぱりこう阪神って
やっぱ破壊力のあるバッティングのチームっていう、うんうんうん、俺らが戦ってる時は、うんうん、バース掛布岡田っていうさ、そうですよね、ことだったんで、うん、またそういうことをね復活させてくれるような、うん、まあ、打撃コーチだというふうに俺は信じとくよ、うんうん、ね、じゃあ期待しかないですね。いや期待しかないよ、はい、ね、まあ、どういう指導になるか、はい、またグラウンドと会ったらちょっとお話も聞きたいし、はい、ね、頑張ってください。はい。はい。